チュース。イカレタコスケです。第1234かな。ナンバリングで3かな。前回新しい武器を手に入れ、マシンの性能を目にしたイカレタコスケ。これから果たしてどんな敵が待っているのか。228基地の危機後編、まだ基地でした。じゃあハードモード行ってみようと思います。まだ散歩かな。まだ散歩だな。まだもう。もう、イカレタコスケも全然本気的な危機感をまず感じてないんで、死の恐怖をね。これは、もう、後編もつってもな、まあ、アリが攻めてくるだけでしょ ?UFO がまあいますけどね。なんだおっと、メテオだ。なんだ?あ?何あれ?何あれ、お、アリを召喚してくる。ああこういう感じになったんだ。前回は UFO から直接ね、大量に落っこってきてましたけど、お、ちょっと待って、新しい武器の威力はいかに。スラッガー N1 で、なんか性能悪いって聞いたけど、別にそんなことなくない。これは、攻撃できる。あれ破壊するんだべや。俺、すっげー乱れてるな、この武器。ちょっと待って、よく見えないけど。ほら、すごい乱れてるな。ショット頑張りに乱れてますね。いやー、でも硬いぞ。これダメージ入ってるよな。こっちにしようか。やべえ!ちょっと危ない。これは、アリが目隠しをしてくる。やべえ。これ上見てる間に下が襲ってくる、あれだ。先輩方、押さえてください。上は任せてください。どうせ俺の方が火力高いから。あとちょっと、強いな。硬いな。なんか破片が、え、なんか剥がれてるあれ。よーし、あとは下をぐるぐる回りながら撃つだけでしたね。イエーイ、強い。さっきはよくも先輩方よ、武器がよ、手に入る前に全滅させてくれたな。あ、まずいっすね。もう身が、敵いないっすよ。まだ終わんないか、さすがにな。でもアイテム回収しとこう。これ隊員たちは攻撃してくれてる?してくれてない!じゃあ私が攻撃します。ちょっとさっきより一段高くないかい?これ。一応やばいな、これ。さっきより一段高いな、これな。武器の、スラッガー NN1 の、これが、そうか。これが、ちょっと、先輩方、ちょっと減らして、ちょっと時間かかります。ちょっと、濃厚なんでね。で、パパパパッドで、FPS なんで、ちょっと時間が、おい、先輩、俺ちょっとすごいなんか、タンかけられてんですけど。早く、壊れてくれ。やっとぜ。うわー、すごい股間がアップに。あの塔が市街地に落ちたら、大変な被害が出るぞ。そうだ。被害どころか、街がなくなっちゃう。そうだ、あれ、まだ敵来るね。やめて、もう一回戦いたくない、あいつと。うわー、先輩たちはどこに行ったんだ。新人に一人任せてどこに行ったんだ、君たちは。だいたいさっきのロボットはどこに行ったんだ。やばい、痛い。うわー、あー、もうあんなところにもう一個高い塔が落っこってきている。嫌な予感がする。絶対高い塔がもう一個落ちてくる。嫌だ。欧州の友人から連絡があった。マルセイユ基地が船体の怪物に攻撃されてる。何?他のところも襲われてるのか。いきなり大ピンチじゃん。EDF4 とかのラスト手前とかじゃないですか、これも。状況として。そうだ、デマを広げるな。
こういう時は拡散する時はよく精査して。なんか出た。この高さだったらね、このレスラッガーのね、いい餌場ですよ。俺俺、またニュースが。誰だラジオつけてるやつは。誰だ。あれ、女の人が首になっちまったか、さっきモンスターで噛んだから。はい、通報で甘くないか。避難じゃないんだね。アイテムだー、アイテムが見える。ここはもうボーナスタイムだと思ってやるっけね。よっしゃよっしゃ、じゃあ先輩方がこいつらを殲滅してる間に俺はアイテム回収といきましょうか。全ての怪物を倒せ。一体たりとも残してはならない。はーい、アイテムがあんなところにもありますよー。2個もありますよー。2個じゃなかったです。こんなもんかい。あと甘かい、甘かい。あ、まだ。お、すごい、下がなんか牛とか馬とかになってる感じがしますね。何がとは言いませんが。あ、まだある。あ、まだ来るな。おお、なんかいっぱい降ってきてるけど、まさか嘘だよ。絶対しろ。やばいやばい。どこどこ。あ、よかった。いや、これもダメだ。だって届かないもん、スラッガー。じゃありゃ。なんで、あ、すいません、大声出して。はい。というわけで、ん？なんか、アップって書いてあるな。お？アップ？何それ？え？あら。強化された。リロード時間が縮んだ。あー、なるほど。コレクト要素が増えてんだね。ヘイ、どうも。今日は EDF を買って2日目となっております。まだなんだ、動画は2個しか上げてないかな。さあ、ちょっとね、まあまだ今のところ冷静になってみると、ハードモードまだね、全然ね、難しくないですよね。なんでこの辺りでダッシュかけてみますか。いけるとこまでさ。まあ、どんな風にね、編集してるかっていうのを、まずこれ何回目 ?5 回目とか6回目でそんな話をするなっていう話ですよね。でもすいませんね。よし行くぞ。で、これ今回なんだ？お、武器はね、スロートが E20。そして、ME2 エメロード。うん、適当に持ってきちゃったね。朝だからね、コーヒーをパッと飲んでパッとつけたんでね。今、戦場が一体どうなってるのか、戦車と共に並走しているけども、どうなってるかわかりませんよ。ちょ、市民の皆さん、可愛くなってますね。見てください。ああ、今から僕が守ってあげますからね。どうも申し訳ない、転ばしてしまった。これは反省します。反省します。あ、みんな転んでいく、みんな転んでいく。細かいな。あれ、なんか昔よりだいぶ細かくなってますか。もっと落ち着いて喋ろうか。あの、今ちょっとマスクと、あの、なんだっけ、フードと、あ、マイクがね、俺の首を締め付けてて、ありより先に自分に殺されそうですよ。うわ、落ち着いていこう、落ち着いていこう。そんなに焦らなくて大丈夫。行くよ、行くよ。あれ、なんだ、お、お、お、すごい。これ、え、何今の。こんなのあった？ほら、ほら、ほら。だいぶ2日目になって、気持ちもね、まったりになってきましたんで。まあ、私の、やっぱ、シリーズやってきたからね。もうほら、見てみて。敵も、ま、いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。ほい。タンクなら怪物の3にも耐えられる。怪物がタンク、タンクの後ろに隠れろ。わかりましたよ。いや、乗せてってください。あ、俺すごい気になったんだな。軍曹、協力。ああ、今回も教えてくれ。乗り続けるのは難しそうですね。君の予想より敵は強大だ。なんだって。世界中が同時攻撃を受けている。俺は乗っていくぜ。なんか今インストールしましたね。なんだ、バーサスか。おら、
おら、これが最強の砲台、ミサイルランチャーは、ミサイルランチャーを搭載したタンクだ。あ、早いね。あれ、ロックオン早いぞ。強くないこれ。ちょっと遅いけど。飛行物体に関する続報です。飛行物体はモンスターを投下しているようです。はいはいはい、知ってる知ってる。知ってる知ってる。情弱情弱、もうそれも常識だから、 EDF の部隊の中ではね。決して近づかず、もし目撃した場合はできるだけ遠くへ避難してください。わかりました。さあ、じゃあ見せたるか、この最強の部隊のさ戦闘方法ってやつはよ。おお、お、こう倒した倒した、よーし、もうひたすらコーヒー飲みながらエメロードを打ってるだけのお仕事でしたね。待てよ、すごいアイテムが。これ決して私あの故意に稼いでいたわけではないということを理解していただきたいね。これ全然私故意に稼いだわけじゃありません。もうほんと、なんつうの、自動的にアリを倒すべく塔を打っていたら、ついでにアリたちがアイテムを落としてしまったということで、おーい、全然武器がないじゃないですか。足りないですよ。あったー、はい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 、ああ、おいちい、あ、おいちい、おいちい、武器おいちい、緑色おいちいね、緑色おいちいね、わあ、べ、でも自衛武器も完璧です。ちょっと危ない危ない、おと、戦車はどこ行った、おいおい、お、待って、あれ戦車どこ行った、あ、アフ戦ってる、あ、完全にこいつを狙ってくれてますね。濃紺ですね、戦車。多分なんつうの、あの大砲が上向かないんじゃないかな、これ以上。これ俺が撃つしかないか。高いんだよな、これ。登れるかい、登れない、危ない、直撃、待て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 、お、囲まれている、そりゃそうだよな、ここにいたら囲まれるよな。登れないかなと思ったんですけどね。あ、届くじゃん、おい、じゃあ届くじゃん、あ、強いですね。なんだ、ショットガンでいいじゃないですか。じゃあ、あ、でも今回これ減衰あるのか、あ、減衰すげえ高えって言ってたな、ショットガンな、減衰、まあ距離によるダメージ減少ですね。やっぱここはやっぱミサイルかな。撃って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 、あの、ちなみに、さっきのシーンね、早送りになったと思いますけども、おそらくね、武器的にね、今日は早送りデーではないかなと、私の心がね、叫んでいますね。早送りしろと。やったぜ。やったぞ。まだある？戦略情報部、作戦をサポートします。はい、ありがたい。あ、塔の落下軌道を逆にたどり、超巨大船の位置を特定しました。はい、塔を落としているやつか。現在作戦エリア上空を通過中です。はい、お、爆撃機が来るのか、懸念されます。上空に警戒してください。爆撃機が来るのか、お、戦車乗せてくださいよ、僕爆撃にさらされちゃいます。なに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 、どこ、お、なんか来るな、なんか来るな、あらら、あらら、あらら、あぶない、怖え、何よ、急にひどいことをする。ちょっと待って、ちょっと待って、これは、あ、痛い痛い痛い、あ、まずい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 、これ盾がなくなったんじゃないか、まずいな。 EDF にはもう一個戦い方ってのがある、教えてやるよ。てめえらがタワーを建てられるかもしれない。だが人類はマンションを建てることができる。そこを、そこ、あ、相手持ちだ、相手持ちだ。圧倒的、圧倒的、誰です、ここに落書きしたの。あと向きが違うか。だが、ここから狙えない、完全にトローに終わってしまった。あ、どうしたらいいんだ。自利品に持っていかれる流れでは負けませんよ。
頑張れー。なんで俺エメラルド持ってきたんだ。なんでエメラルド使ってみたかったんです。やめてください、やめてください。長いよこれ。どうやってカットしていくんだ。長いよー。待ってー、これやばいなー。尺的にやばいなー。戦力は全然負ける気しないんですけど、戦力は負ける気がしないんですけど、味方がもういないんですよね。誰かウィングダイバー助けに来て。これね、当たってない時なんだよね、ミサイルがね。うわあ、出さないでください。あり出さないでください。やったー、嬉しい。こんなに嬉しいことはない。よーし、よし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 。全然だって。こちら戦略情報部。これなんつうの？効果を開始。はい。作戦エリア上空に飛来する可能性。え、また？また？なんだと？また来るの？到達時間は。そんな。すでに地上付近に到達しています。嘘。どうなんの？取ってこね。とりあえずサクッと周りのものだけ取ってこうか。何が来るって、塔が来るの。ああ武器だ。もうこんだけ時間かけたらもう手に入れることだけだよね。喜びは武器が増えることだけよ。いい子だ。関係を疑わせる勢力も特定できていません。政府は一刻も早い状況解明を約束しています。急げ。関係機関にも混乱が見られ、今見通しは不透明です。ここで一人で頑張っている隊員がいます。今日赴任してきたばかりのひよっこです。彼を助けてあげてください。来た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 、やった。助けるぞ、こいつら助けるぞ。分かった、俺の今やるべきことが分かったよ。こいつらを助けることだ。序盤かい。もしもし、弟が怪物を見たと言っています。ゾウのように大きかったと。弟が怪物を、何言ってんの。誰の電話。そろそろゾウがこんなんでけえわけねえだろ。まったく変な夢だぜ。怪物なんているわけがない。誰かの思念が流れ込んでくる。まずい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 。待てよ、ここならいけるんじゃないのか。タワーオブアタックが、僕も空を飛びたいです。安西先生、僕も空を飛びたいです。今だけ、ちょっと僕だけ、今帰りたくないです。もう帰りたくないよ。どうしたら、僕もアリのよう、アリ、今だけアリになりたい。くそ、どこだ。このマンションの入り口はどこなんだ。このマンションに入り口じゃないのか。よくできてやがる。これがあの空き巣対策ですね。きっと入り口がないんですね。ちょっと待って。なんか上に来てるけど、なんか やってくんの。あいつまだ、待って、塔大量に落ちてくんの。いやちょっと待って、なんか敵の数が多くてさ、全然手が回んなくなってきたけど、大丈夫かな。心なしかドロップも減っているような。危ない、もう味方いない。もしかしているな。青いのが見えるような見えないような。ちょっと全然余裕ないですよ。全然余裕ないですよ。一発でもいいから当てとこう。
ちょっとショットガン弱いだろうけど。よーし、ショットガン結構ダメージ出てた。急げ。あー、ガラクタが全然消えん。そして今回ガラクタになんか物量が結構しっかりと残ってる気がする。アイテムが見えんよ。くそー。そしてそれそのものが奴らの防具となる。もう一個か。頑張ろう。本当に。いやったー。 アイテム大量に落ちてくる。イエーイ。え？待て。終わりじゃないのか。え？あ、びっくりした。終わったー。よかった。こっからまさかの新型と戦うことになると思ったよ。あ、怖い。びっくりした。怖いわ。